アルトゥール・ネーベ・ SS 中将。アルトゥール・ネーベは、ナチス・ドイツの刑事警察の長官。親衛隊隊員であり、最終階級は、親衛隊中将及び、警察中将。反ナチ運動を取り締まる立場でありながら、後に、ヒトラー暗殺計画に関与して処刑されている、謎の多い人物である。国民学校教師の息子として、ベルリンに生まれた。 第一次世界大戦が開戦すると、第十七公兵大隊に義勇兵として従軍。ガス攻撃により二度負傷し、第一級鉄十字章を受けている。1920年にバイエルン州警察に入り、1924年には刑事警察部局の長となった。1931年6月1日にナチス党に入党。刑事警察の情報をナチスに流すようになる。 1933年4月1日には、クルトダ・リューゲに招かれて、ベルリン警察に移った。1933年10月には、ゲシタポ長官、ルドルフ・ディールスからゲシタポに招かれる。ネーベは、長いナイフの夜事件で、ラインハルト・ハイドリヒの地域を得て、新衛隊に入隊。1936年に、刑事警察・クリポが、ハイドリヒの指揮する。 保安警察本部の下に組み込まれると、ネーベはクリポ局長に任命された。さらに1939年から保安警察は、ナチ党組織の SD に合流し、来日保安本部となる。クリポは、来日保安本部第五局となり、ネーベはその局長となった。1939年11月8日に、ビュルガー・ブロイケラーを爆破し、 ヒトラー暗殺を図ったゲオルク・エルザーの取り調べを行った。1941年6月にアインザッツグルペンが組織された際には、その B 隊司令官となり、中央軍集団に従って、白、ロシアからモスクワ戦線へかけて進軍した。道中ユダヤ人やパルチザンと目された人々を大勢殺害。 ネーベが隊長を務める間だけでも B 隊は45,467人の処刑の報告をしている。1942年にドイツ本国の来日法案本部に戻り、1942年6月に国家法案本部長官ラインハルトハイドリヒが死亡するとその公認として国際刑事警察委員会総裁となった。しかし間もなくネーベは ハンヒトラー派に展示、ルートビヒベック陸軍大将や、ハンス・オスター陸軍大佐ラ軍のハンヒトラー派と謀ンに、向けた連絡を取り合うようになった。また、ハンナチス地下組織ともたびたび接触して、警察の情報を流した。1944年7月20日のヒトラー暗殺計画があった後、ネーベの謀ンも発覚した。ネーベは逃亡したが、1945年1月16日には、 ゲシタポに捕まり、3月2日に、民族裁判所の法廷にかけられ、ローラント・フライスラ裁判官により、死刑を宣告された。3月21日に軽死している。相当アドルフ・ヒトラー自身の希望により、ピアノ戦による、公死刑であった。ありがとうございます。